さあ森さん、今回いきますよ。今日は何をやるんですか。ちょっと見といてください。ええ、令和。今日は何月何日ですか。5月1日ですね、はい、令和元年、今日から始まるんですよ。はあ、さん、しかもあれですよ、この令和が決まった日、ええ、うちロケやってました。あ、4月1日、はい、車の中でなんか東郷さんが突然カメラ回すとか言ってね。そうですよ。森脇さん、え、いよいよ、うん、今日そういえば2019年の4月1日、ね、1日、え、あ、今日発表されるんやね。そうですよ、行きます。東郷さん、何やのそれ。何、ええ、ちょっと待って、見え見え、え、これなんて読む。令和、令和、令和って読む。何読、令和です。え、令和って違ったら僕らめちゃくちゃかっこ悪いですけどね。今令和、いや僕もこれ新しい時代は令和。今日はほんまあれよ、記念すべき日なんで、はいはい、ピシッといきますよ。わかりました、はい、まあ確かに、じゃ あの4月1日もロケやったし、はい、5月1日もロケやし、はい、いきますか、はい、駆け抜けましょう、駆け抜けましょう。令和アンギャ。これ分かります？松村さん、これは何なんですか。これは御朱印帳です。御朱印帳、俺ネタ帳かな、ね、なんでですの。御朱印をまず分かってないでしょ森さん。おお、あんまり知らないですね。御朱印っていうのはね、昔はもともとね、あの写経あったでしょ、うん、写経を書いたやつを神社とかね、お寺に納めた時に納めましたよっていう、うん、まあサインしてもらうわけ。はいはいはい、まあ、今はもう写経する人もおれへんから、 お参りした時の証として印、まあ金を押してもらうという。押してもらうんですよ、まあ、これやっぱ流行ってるんですよ、はい、今めちゃくちゃ流行ってるんですよ。御朱印ガールっていう言葉があるぐらい流行ってるんですよ。で、今日は何をするかって言ったら、令和元年の5月1日初日ですよ、はい、この印をもらいに行くんですよ。もらいに行く、もう今日しかないですから。令和元年やから5月1日、今日スタート。うわー、じゃあ今日どんだけそれもらえるか。そうです、そうです。なんかこうありがたい企画やね。ありがたい企画。すごい山奥に来たけどね。いや森脇さん、ちょっとここ何なんすか。今から行くとこは分かるでしょ。三千院。ああ、三千院、京都大原三千院ですね、はい、これもめちゃめちゃ有名な、めちゃめちゃ有名でとこですし、雰囲気のでまだねとこやね。はい、正直言うと開門まだなんですよ。え、今だってまだ8時40分ですよ。そうです、森脇さん。おお、三千院、三千院門跡、ここやね、はい、よし。うわー、でもええ雰囲気やな。ええ雰囲気でしょねえ。柳田さん、これなんか人いっぱいいるんだよ。はい、すごいでしょ全国、これみんなハンコもらいに来た人か。もうおそらくそうです。ございます。今日どちらからですか。いや、京都です。あ、地元。やっぱり今日はそうです、御朱印もらいに。令和元年ということで。なんで今日は三千院にお越し。大室ゆかりのね、はい、お寺のちょっと緑も綺麗だし、はい、見てみたい。緑もみじが綺麗なんで、ね、あ、緑もみじね、はい、そうです、そうです。どうもどうも、兄さんもどうも、こんにちは。今日どちらからですか。山梨です。山梨、山梨から。今日はいくつぐらい回れる予定ですか、御朱印は。4つとか。4つ5つぐらい回れればいいかな。それやっぱり令和元年5月1日というのも。いや、全然それにはこだわってはなかった。こだわらない、こだわらない、こだわらない。僕らみたいな人間、僕らみたいな。僕らで僕ですよ。ああ、そうか。あ、やりましたね。うん、あれはびっくりしました。まずそこからちょっと驚きました。でも、はい、ポンと開門された時に、はい、我々の目の前にドンとこう、そう、バンと広がりましたね。あのね、またあの看板ね、はい、令和、はい、お祝いしましょうみたいな、はい、あ、言語が変わった。そう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 、新しい時代の扉をあの開けました、開けましたね、はい、おはようございます。
します。よろしくお願いします。森井健二と申します。突然すいません。はい、今日はもう令和元年5月1日ということなんで、はい、観光客の方とかそれ以外にもちょっと御朱印をもらいに来るっていう方もやっぱり今日は多いんですか。御朱印はね、話に聞きますと大正時代に一度ブームがあったそうですね。あ、そうですか。はい。でこれが2度目のブームやということで、今あのもうこの5年ぐらい前から非常にお若い方も随分と御朱印をお集めになられてて、うわあ、ここまた綺麗ね。綺麗な。ここがキャプテンと言いまして、まあ、ここが一番上手。へえ。あ、そうなんですか。でここでお座りいただいて。はいはい。でそうすると1枚の屏風になるのが分かります。なるほど。だから大きな借景庭園だと。なるほど。まあ、よその御朱印でも、座られて中から一度、はい、ご覧になったら、まあ、あのまた、感覚が変わってくるかと思いますね。こちらは、うん、皇室ゆかりの。そうなんですね。あの陛下の弟君が歴代のご住職を、まあ、堀川天皇の第二皇子という方が、その方が始めた天台宗ではここが一番最初に入られた門跡寺になります。はい、ちょっと僕もゆっくりと三千を見させてもらったんですけど、はいはい、雨が上がった後の逆に ね青もみじややれあのカエルの鳴き声とカエル、これはやっぱりあのどんな時代が変わっても言語が変わってもこう京都っていうのは変わらないね。で正面が薬師如来でございまして、はい、今宮さんがご覧いただいているのはお前立ちといいまして、この奥のですね襖の中にお寿司がありまして、その中にご本尊がお祭りしてございます。よかったらちょっとお参りをしておきます。はい、はい、もう一つ言いますと、はい、お参りになるときはねありがとうだけ言うといて、ね、あ、そうなんですか。何々してくださいという、ね、仏様神様に喧嘩売ってるみたいな、はい、やってくれてへんやなって言ってます。あ、そうか。で感謝、はい、で感謝が一番というのはそういうことなんですね、はい、うん、なるほど。でありがとうというと向こうは ありがとうがこの人は好きなんやと、はい、ありがとうが好きなんやと、今度はまたありがとうさせてあげようかという。ああの門跡寺院ではあの陛下が来られることを想定しまして、はい、必ずその玉座というのを、はい、で陛下が来られたらここお座りになるというお部屋がちゃんと用意されて、もうずっと用意されてるんですか。そうです、そうです。神殿のところに玉座というのは作らないといけないんで、はい、必ず陛下のお座りになる席って決まってます、うん、あれか。しかし、うん、ちゃんと説明あるからもう分かりやすい、分かりやすい3000円、はい、柳田さんだけだったらどうしようか思ったんや。いやいや、そりゃそうですよ、まあ、もう救われましたよ、救われましたよ、かったよ、それは良かったです。おじさん、あ、書いてある書いてある、ご主人ありましたねありましたね、もうすごい、なかなかたどり着きませんでしたよ。お邪魔します。うわー、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、はい、どうぞ。じゃあすいません、よろしくお願いします。令和元年来た5月、これですよ。これですね。これは何を書いていた、意味合いだけちょっと教えてもらっていいでしょうか。本日ですね、今日ですね、これは三千院の三千院、うん、ここのお寺ですね、はい、のご本尊の薬師如来様に公開しっかり手を合わせましたよと、なるほど、ね、はい、まあ、基本的にはお寺というのは仏様が呼ばないと来れない、今日は呼ばれて来られてるわけです。なるほど、そういうことやったのか。だから今これからは自分でどこどこ神社でもそうですけど行こうじゃなくて、そこの神様が呼んでるから行かせていただいてるわけですよ。謙虚な気持ちで、はい、感謝を持って、はい、素直な心で、そんだけ分かってはったらいやいやいやそういうこと、そういうことやね。かっこいい、かっこいい、これは見てびっくりしましたね。遠い昔小学校の時にプロ野球選手にサインくださいって言って、はいはいはい、ペペ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 って書いて、パッとぐちゃぐちゃやねん、何や分からへんねん、この分からんけど、このぐちゃぐちゃのサインが嬉しかったりしたんよ。それになんかちょっと似てるようだね。似てる、ペペペペって書いて、令和じーっと待ってんだな、元年5月1日、これに値打ちがあるわ。
もう令和っていうのはまた書きになりたい。書きになりてないですね。はい、今日初めてですもんね。そうですそうです。嬉しいわ。なんかありがたいですね。ひゅっとこう平成のひゅっとこう。そりゃそうですよね。そりゃそうですよ。ありがとうございます。これ森さん。嬉しいね。そうでしょ。うん。次ははい。にんなじ。うわいいですよ。森脇さんなんかもうあれですもんね、マラソンで京都マラソンのコースになってますから絶対走りますもんね。あそこ行くとこうお坊さんたちがですね、はい、応援してくれるというのが一つの名物、もうポスターにもなってるからね、京都マラソンの。じゃあお願いします、お願いします、はい、さあ森脇さん、はい、2つ目仁和寺さんです。お歴史あるな。京都三大門の一つですよ。あそうか。これやろ柳田さん、我々のアンギャでござるの。そうですよ。ほらこんな顔して。そうですよ。あれやっぱ仁和寺からパクってんの。パクってはいないですけどね。何ていうの。まあそれはもうパクってない。まあ、まあ、歴史像ですからね。仁和寺の仁和ってどういう意味か分かります？仁等しいのね、はい、等しいに、はい、なは仁和な難しいねんで、仁和寺って読みにくいねんで、和やからね。そうですよ。仁和寺でこれで仁和っていうもの。一緒でこれ元号なんですよ。本当や。そうですよ。ここできたのが仁和4年なんですよ。へえ。で仁和寺なんですよ。書いてある。令和元年5月1日ですよ。ねえ。こういう法要もやっておられるんですね。こんにちは。紹介してもらってよろしいでしょうか。お願いします。もう、もう今回またちょっと、はい、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。教えてください。もう仁和寺、今柳さんから来ましたね。やっぱり元号から来てるんですよね。仁和4年の888年に創建されました。ありがとうございます。やっぱりここが皇族ゆかりということなんですか。そうですね、仁和寺初代第59代の宇田、はい、天皇様によって創建された、うん、あのお寺でございまして、はい、約1000年間、まあ、明治までですね、皇子、皇孫直系の方が仁和寺住職を務めたお寺でございます。参拝者の方多いね。そうですね、やっぱり今日は特にあの元号が変わった、はい、あ、やっぱそうなんですか。まあ、ありますし、ちょうど古文化のその保存協会さんのね、はい、主催している特別公開も普段、はい、あの目の前の金堂なんですけども、はいはい、もう普段は入れないところを公開しておるという、あ、まあ、点ではあのちょうど多いかなと。こちらですか。これは今日のみですか、公開は。4月の26日から5月の、まあゴールデンウィーク明けまでですね、はい、あの公開しているあのということでございます。特別に、うん、あ、ここが相手で一般公開してるというね。あれだからカメラは回せなかったんですけど、俺と森脇さん、うん、入らせていただきまして、あれすごかったですね。笑ってはるんですよね。うん、だからなんか優しくね、ほんまに、うん、わーって、うん、阿弥陀如来さん、阿弥陀如来さん、ちょっとお邪魔します。はい、こちらでお邪魔します。どうも、あ、お世話になります。阿弥陀如来様、よろしくお願いします。じゃあすいません、2人でお願いし、はい、いいですか。はい、お願いします。くわ、じゃあお願いします。これ何だった。ありがとうございます。3名様分お預かりいたしました。ありがとうございます。うおー、柳田さん、うわー、字体がまた違うんですね。うわー、15番お願いします。仁和寺、うわ、仁和寺、もう一回見ますよ。令和元年5月1日。いいですね、これ横も貼ってもうて。ねえ、なんか嬉しいな。ねえ、これ小さい、僕もこういう子も先持ってたで、僕、ねえ、こんにちは、先僕も御朱印持ってたな。はい、中学生、マンコどこやったの。はい、中学1年生。中学、どっから来たの。姫路市郡山町だ。姫路市今、やっぱり令和やから来たの。はい、へえ、お母さんが回ろうってことやったの。本人が秋に、うん、両安寺さんに行った時に御朱印欲しいって言い出して、うんうん、そこからハマった。でそこからへえ、行ってんねんな。あ、銀閣寺さん、はい、そして仁和寺。仁和寺出た、どう。かっこいい。わかるわ。かっこいいよね。確かに。かっこいいよね。やっぱ一個ずつ買ってみるとまた味がある、味があるよね。うん、かっこいいわ。
どうやここに森脇健児のサイン書いてあげようか。さあ、さあねえ嬉しいもんですね。嬉しいですよね。うん、次行きましょうか。次は続いて、はい、次は上賀茂さん。お、上賀茂神社。上賀茂神社。あ、これももう有名なとこですよ。こちらも。これも有名ですよ。ちなみにですよ。はい、上賀茂さんっていうのは、うん、あれですよ。これも平安京の前からある。そんな前から。そうなんですよ。だから下賀茂さん、上賀茂さんっていうのも、もう京都の中では最古の一つと言われてる。すごいですね、人が。上賀茂神社、来ましたか。来ましたね。森脇さん、はい、これ見てください。鴨比べ馬。これ何ですか。5月1日、今日ですよね。午後1時から足揃え式。5月5日が境地。はい、おそらくこれが本番のレースですよ。うん、まあ、今風にやつじゃ、はい。足揃え式というのは予選ですよ。ああ。ということは今もこれ1時回りましたよ。これすごいですよ。本年で926年を迎える神事に。うわ、そうなんや。早いですね。あ、森脇さん、あれですね、タイムレースなんですね。タイムレースや、これ。これよ、燃えられちゃいます。わーって言わなかんない。いやいや、まあまあ、それも気合いですよ。おそらくですよ。でも綺麗ね、馬は ね。馬綺麗。でもなんか走るって美しいもんですね。うん、これ並んであるんちゃうの、これ。うわ柳田さん。これマジですか。父さん、これ嘘やろ、言われてた。これ、ビーズのコンサートあ、こんにちは。こんにちは。この行列は何の行列？御朱印です。御朱印？御朱印。うわぁ、これ今からやったら何分ぐらい並びになるんで。2時間ぐらいですか。もう2時間では済まへんと思うけど。時間が読めないっすよ。父さん、どうする？2時間。びっくりしましたね。いや、もうびっくりしてばっかりです。あの行列見た時ね、はい、俺こう、テーマパークかな、思ったもん。あの辺からもう、この企画が、もう僕の中では、ちょっともう、さまよい出しましたね。いや、今日はね、だから あれなんですよ、ほんま令和元年の、うん、もう初日だった。はい、5月1日で。やっぱもう皆さんの勢いがすごいんですよ。そうやね、うん。今、どれぐらい並ばはったんですか。1時間半ぐらいですか。1時間半。ちょっと見せてもらっていい？どうぞ。いい？どっから始めどっから、あ、木船から。木船から。うわ、いっぱい、ものすごいいっぱい行ってはる。書いてあるで、令和元年5月1日。これどうですか、今日はこれは。いや、ちょっと嬉しいですね。やっぱり令和初日に来れて、はい、魅力はどういうとこ。あまり御朱印にこだわってるわけじゃないんですけど、神社の神様を、うん、あのいろいろ見ていくのが好きで、この抹茶とかにもいろいろ神様いるんですけど、うん、その神様がどういう願いを叶えてくれるのかっていうのをすごい好きで、うん、どうも、森脇健児と申しますが、下鴨はものすごい 行列で、うん、大名行列のような。え、ちょっと待って、ここよりですか。あ、もうこれの、3倍ぐらい。下鴨神社並んで。下鴨さん、はい、どれぐらい並んだんですか。下鴨さんは何時間。2時間ぐらい並んで。ね、一番最高列はやっぱり2時間から3時間。3時間大変でした。今ちょっと御朱印をもらいに来たんですけども、はい、なんかすごく並んでおられますので、ちょっと我々ちょっと次もあるんですけども、何かあるんですかね。一応その神の御朱印でしたらね、はい、まあ、貼っていただくということで、はいはい、準備させていただいておりますけど。ということはここにこれを貼るということなんですね。そうですね、こういうふうに貼って。なるほど、うん、あのいただくサイズになってますので。ほんまや、はい、中にはあの身長を忘れたので、はい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 、神でもいいわって、書き置きでいいからっていう人も、はいはい、人もいるんや。森脇さんはちょっと2回でもらわなくて。僕はどっちでもいいタイプなんですよ。あ、そうなん。そういう人もいますよね。直でもいいし、貼る方でもええしっていうタイプなんです。さあ、森脇さん、はい、ちょっと先ほどはもうすいません、もうちょっとこれね、まあまあまあ抑えてますけど、はい、これはまあちょっとね、本来ならば並ばないといけないですけども、まあ、こういうのもまあ別にね、まあ想定外です。想定外で、はい、やってはるっていうのはね、ありがたいですよ、はい、救済措置っていう、救済措置っていうか、まあ救われてるのは僕らだけですけど、ね。次はもうやっぱ平安神宮。うわー、行きますか。それはもう平安神宮でもあれですよ、
京都マラソンのゴールにもなってますしね。私も結婚式あそこですわ。あ、そうですか。それはもうぜひともやっぱもう並んで。そうか、うん、もし行列見たら、はい、救済措置の方ちょっと早いですよ。さあ森さん、いつ来てもやっぱここは迫力ありますね。大きいですね。こんにちは。いつも見てます。お世話になります。今日走り張るから。今日はお姉さん何しに来ちゃったんですか。ここはやっぱり。いや、御朱印。やっぱり御朱印。はい。どこ？森口。森口。大阪のね。京阪の。ちょっといいですか、見させてもらって。あ、お稲荷さん。あ、お稲荷さんやらこっちこずっとしてもらって。平成や。うん。でこれ今。どこどこ？ちょっと待って。どこですかこれ？あの。33円。うわー、いいですね。よかったね。並びました。並びました。お姉さん、平安神宮気持ちよい。これこんな並んであるやん。うわ、これ全部並んであるんちゃうの。すごいな、これはちょっと無理やこれ。お母さんこれ無理やで。ちょっと、いやいや、これちょっと待ってくださいよ。これ神賀茂神社よりもすごいな、これすごい列でしたね、はい、平安神宮。しかもダブルでしょ、あれダブル。右側と左側からね、こうなってね。でまたやっぱりね、オール日本人でしたね。やっぱりここは令和、そうそう、令和とやっぱり、ね、御朱印と御朱印のね、御朱印令和ときてやっぱり、うん、やっぱり日本人なんですよね、ここはね。神賀茂神社の、はい、この貼り付けるやつ、はいはい、あれあるかもわからないから聞いてみましょうよ。並ぶやつじゃなくて、まあ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 、貼り付けの、まあまあまあ、はい、ね、あれあるかもわからない、はい、ちょっと聞いてみましょう。ちょっとお尋ねしますけども、御朱印の貼り付けるやつの手帳に書くやつじゃなくて、貼り付ける同じようなやつはここ置いてませんか。置いてます。え、あるね。俺らをもうプロ、これでいいの。これでいい。じゃあよろしくお願いします。お願いします。2ついただきます。はい、では600円です。 ありがとうございます。すいません。いやもうこれで、もう、はい、やっぱもう僕らやっぱ、やっぱね、ちょっと企画に無理ありましたね、正直言わせてもらったら。やっぱね、もうちょっとね、ちょっと舐めてましたわ。そやね、はい、こんだけ御朱印ブームとはね、こんだけね、令和元年に人が、はい、押しかけてる、ね、何にも分かんなかったですね。分からんかった、はい、しかもこんな京都、はい、もう今世界の人が憧れる京都に、はい、この日は日本人ばっかり。やっぱね、日本人ね、やっぱ令和にかける思いはすごいです。なあ、はい、さあ森さん、はい、御朱印今回4つですけども、はい、これはこれからレギュラー企画になるんですか。という感じじゃないですか。マジですか。ただどんだけ貼り付けるやつが来るかも分かりませんからね。これなかなか伝わんないですけど、こっからものすごいノリの匂いがノリの匂いがするのがちょっともうちょっと引っかかって、姉さん六角タコ錦、京都の街を歩こう、京都明日はこの街で、六畳、七畳、八九畳、どうだこれが千年の都。